こう切ったらいい、うん、真ん中切って、これでいい、うん、切って今ほら、うん、青いのがあるやん、これ捨てて、こうやってのけたらいい、怖そうな、これどうする、薄く切るの、こう切ってたらいい、本当は小さいにするんだけど、薄く切ったらそれだよ、繊維を切るようにだったら横に切らない、もう遅いでどうしよう、繊維切るように切ったら、ね、横にしたらいいの、こうしたらいいの、薄に切るの、薄に切るよつもりやから、おー目が痛い、わからんように切らない、わからんようにってどういうこと、でも貸して貸して、これくらいね、やるやるやる、せっかく取りる、これが何だけ遅く、都内でもね、無理、ね、あんたにでも無理よ、不衛生なことがあるろ、おばあちゃんにも要求せられな、何だろう、うんこい、今日は絶対なかんね、なんでこれ扉開けてない、聞こえるわけないよ、開けんと、まあ今日本当綺麗に、これ泣きゆやん、泣きゆ泣きゆ、誰かね、誰かねって分からん、歌手の、歌手言うた、歌手の誰かね言うたちいっぱいおるき分からん、若い子も、若い子もいっぱいおるき分からん、うん、総理大臣の甥っ子か、甥っ子じゃない、今孫か、あの人もう料理を今、ね、練習中がね、トムヒロみたいなもん、一生懸命練習中、リーダーで、それで切ったの、切った、入れてないよこれおかしい、下までとも本当は切ってない、わかります？わかってない。ちょっと入れて。米油使おうや。せっかくこうたこれがええらしいっていう。ちょっとどれぐらい？大さじ1杯は？入れられんよ。小さじ1杯やん。これは？まあ入れすぎがいいね。玉ねぎ入れちゅう。これ何肉？牛。牛の何？どこ部位これ？知らん、そんなこと。そこ大事やな。幅が広いと。で、一枚牛の何か分からない。これ逆やん、箸。箸逆使うてる。まあ、一枚ずつしてるっていうか。はい。ちょっと抜いてやりますね。いいの使って。もう入れてて、もう。うん、広げて。そっち行かんとってよ。はい。広げて。こうやって入れるかな、どうやってでも、おお、どうした、切れてないの、うん、もういいわ、いや、切れてるよ、切ったもん、ハハハ、切ってあげると思って、いや、ええ、切れてるはず、崩せるわ、ハハハ、どの色だったかな、おばあちゃんの日でチャーハンって言ってたのか、あーいいね、チャーハンもかなり美味しかった、うん、じゃあおばあちゃんは、つまり次の仕様、なに、味噌汁、味噌汁じゃなくても
タケノコがあったっけ、タケノコで。うん、で、今日は作るって全部。言うてや。いや、わかめは水つけとかけたの。うん。やるから。これ水つけやるって。どれぐらい入れたの？疲れくらい。え？こんないい水入れるに溶岩。え？こっちの水？さあ、みりんと。はい。味付け。大さじ2杯ぐらい。もっともっともっと。これはもうちょっと入れる。もうええの。味見持ってするけ。これこれ。みりん。はい。これでね。どれぐらい？お酒もちょっと入れたらええ。料理酒は。ある？これ料理酒。自分が、はい、自分が入れて。まあどんな日本酒。この。うん。サーズで。で自分の味にしてみ。自分の味わかんない。これ味してみる？うん。うん、いい味。まあ、ええ味やな。まだあの、おつゆが美味しい。だしつゆ。まあ、そうかもしれない。これをあの、小ざる、あの、洗い上げて。洗い上げるってどういうこと？うん、洗い上げるってどういうこと？これ洗うって、これで、あの、これ洗うって、どれを洗う？これ。洗うってどういうこと？これを洗うっていうこと？そう。これ水入れて。はい、これ落ちんかね、これ水がいっぱいになってきたら。あ、ほんでそんなにしたらいかなね。うん、どういうこと？これ入れな。はい。時間かかるから繰り返して。あ、これこっち入れてってこと？そう、その点どうだ。ゴムがついちゃったりするやろ。分からんけど。いっぱい水入れるけかな。半分くらいで。それでいいわね。分からんもん。どうするのか。燃えるか、むしろ、うん、これにできて、あの、適したぐらい入れてる。適したぐらいってわからんもん。自分たぶん、これぐらい？それは少ないのでおよっしゃ。みりん。これと塩だけで味付けてる。これぐらい？余計じゃない。冷た。おー、冷た。冷た。あー。まあ、冷たい。冷た。これが。はい、全部入れる。こうやってね、また置いといたらね、これ一回溶いたら使えんきね。うん、冷凍1回溶いたら使えません。はい。タケノコ、タケノコ。全部。入れた。まあ、いいんじゃない。ほんでね、これを食べてみて。これ、春秋かどうか。お箸でつまんと。ちょっと待って、それは冷凍しちゃったんが、はい、冷凍しちゃったがをね、はい、もう自分が食べて自分の味にしてごらん。うん、はい、いいんじゃない。ほな、これも見て。なんかあんまり味染みてないような気がするけど。これ全部見て。こうやって叩いたらいい。うん、いや、もちそうじゃない。うん、お塩もちょっとだ。この2つのせてた。
ちょっと出たらいいね。それを見て、どんな？ああ。ちょっとだいぶ塩が効いてきた。うん。これで出来上がりか。そうね。うん。できました。タケノコとワカメの何これ、だしつゆあえ煮つけわかりません。はい、こんな感じです。できました。食べたことあるの？うん、あるよ。要素でこんな感じ。